り通れなさそう。はい、これを見て F 情報をねちょっと飛ばします。 A 情報あ、ダメ、ジャンプ台行ったら多分後ろで突っかえて折れそう、うん、デルタさんはテストかなんかでね、じゃあちょっとね風が強くなる前にねちょっと、電池残量は 95% です。何分ぐらい？長くて今これタイマーでは、タイマーリセットが効かんけどおかしいな、なんで一応3分設定にしとるね。ただ寒いっけね。はい、右からの風なんでね、いつもは左に飛ばすんですけどね、逆の風なんで。あとーとー磁石が取れた。あ、やべえ、これがやべえ。あー、抜けた、取れた。あー、これはやばいぞ。そうそう、これは瞬間でいくか。とりあえずつける、ね、片方外したらバランスが崩れるけ、両方取るといけ。そうそう、両方取るか瞬間で速攻で直すか。瞬間、うん、瞬間で、促進剤を使って一気に固めるかですね。うん、普通のね、戦闘機はこういったミサイルっていうかね、タンクは全部外してから飛ばすんですけどね、このタイプはね案外つけたまま飛ばせるタイプでね。よいしょ、ミサイル途中で落ちたらやばいよ。落ちたらなあ、ブザーもだらんけんな。ドローンで探せれば、見つかれるが、まあ色は色やけどね。はい、じゃあこれで、これ向きおかしいね。こっちだけじゃダメかな、逆かもしれない。両方しとこう、念のため両方して。まあ普通は瞬間はねすぐに固まらないんですけどね、この促進剤さえあればね一瞬で固まるから、今度はねほんと一瞬なのでね、チュッとやったらすぐに、あ、やべ機体が傾いた。もういいかな。はい、ガッチリいった。早いです。はい。これを裏返さないと。そうそう。背面じゃ離陸しない。よいしょ。よっ。それで離陸したら。おこっちゃ。それ下がるボタンを押したら、それで離陸したら、羽折れるかな、後ろの。裏のやつが。裏の羽？あー、なんか下についちゃうやつかな。なんかついちゃったっけ、これ。え、これついちゃったっけ？え、どれ？こいつ。このまま進んだら、これが折れるかな。ああ、そう、ああ、背面の時は折れるね。垂直尾翼やね。はい、今日はギャラリーもいませんね。昨日はね、なんか8歳の子が、なんか家族と一緒に歩けた。え？うん、8歳の男の子がね、なんか家族と一緒に散歩しよって、興味あったみたいでの。駅始めんかなって言ったけど、うん、もうまあその日はちょっと通り過ぎたわ。でなんか姉ちゃんぐらいがなんか10歳ぐらいの方な、多分ちょっと大きかったけどね。みんな見るは見るけど止まりません。うん、そうそうそう。あ、ちょっと待って。エルの右左確認。エレベーターアップダウン。オッケーね。右左オッケー。まあモデルが、うん、モデルマチョンね。行きます。音がいいね。これちょっとエレベーターアップせんとダウン気味だな、これ。お、怖っ。かっこいいよな。あ、いいか。飛んでしまえばエレベーター触らんでも、ちょっと上向きぐらいかな。これって右に向けてエレベーターしようの？右に向けてエレベーター。あ、そうそうそう。曲がるときはエルロン打って機体を傾けたらエレベーターで引っ張ってあげる。本物。グーッと。そうそうそう。そうやろう。
ただ旋回の時ちょっと高度が落ちるけど、それ気をつけながら打たんと失速、うん、そうそう、下に落ちてしまう。あまり機体を傾けると悪い。でも傾けんとね、ちょっと高度下げるか。じゃーっとぐるっと回ってアップ。そうそう、ターン。ただ風下ではちょっと上に登りづらいけんな。早やろやけんな、難しいん。たまに空気に煽られるなあ。風か。かっこいいんだけどな。あ、まぶしくなった。うわー、まぶしい。まぶしい。タイヤの前取った。これのブルーインパルスが欲しい。なあ、あれ確か F4 やった。F2 やったっけ？ F4 やったっけな。高い。多分、このクラスで売ってないもんな。このクラスで売っちゃけばね、1万7000円ぐらいで買えるんやけど、多分あれもう1ワンサイズ上のクラスだから3万、4万ぐらいするかな。お、やった、雲に隠れた。はい、もう一周したら降ろすかな。今ずっとはタッチ&ゴーできるか。あー、できるけど下手したら先一が取れるかしね。先行っちょがねえな。ただ、うん、どうなんだろうな、操作効くんかな。ダサくなるだけ。そう、ダサくなる。あ、で、上のレベルならね、足も引っ込むけんね、かっこいいんやけどね。ほら、ブザーが鳴り出した。そろそろ電池になるよっち。早いな。そうそうそう、早いんじゃ。スピードが速いけん、ね、電気食いな、うん、そうそう、電気食いないんや。エレベーターをちょっと引っ張ってあげる。おお、綺麗な着陸。ただここでラダーをすぐに打つと倒れるけんね、気をつけながら回れ回れ。あ、ダメだ、これバックしない。ダメだ、取りに行かんとけ。引っかかった、引っかかった、タイヤ右後輪が引っかかった。うん、でも今日は綺麗な着陸でしたね。無理だね。飛ばそうとして風強くなる。なあ、なんでかな。練習しようとすると強くなるよな。今日は曇りが。曇り時々晴れ。晴れなっちゃった。え、さっきたまに太陽出て晴れっぽくなる。そう、ああ、さっきね。あ、そう。巻き込んでる。なんか3日初、うん？ 3 日え、フライトなんだっけ？飛ばし始めするらしいよ。何が？ここで飛ばし始め。何それ？前輪が引っかかっちゃう。ん？だっけ、あの前さ、ここでバーベキュー前しよったの見たじゃん、うん、あれみたいなことな。なんかするみたい、する予定みたいな。あさって？そう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 、なんか予定入っちゃう。正月やなかったね。正月昨日やなかったね。うん、違うな。昨日は年末、うん、そうやな、忘年会みたいなもんやんの。あさってかし、あさって、あさって3日やろんな。グループラインで誰一人言ってないけど。そうなんよ、うん、言ってないよ。もう口頭で言っちゃうみたいで。俺聞いてないって。そうやろ、知らんやろ、やけ今言うようんだけどな。コンビとは分からない。うん、まあ参加できる人だけっていう感じやけんな。かっちょい。グループラインで来れる人だけ来てくれ。そうそう、うん、本当ならな、グループラインで。そうせな、材料用意する人とか大変やもん。多く頼みすぎたら残っちゃうし、少なかったら足りんくなるし。言えばいいのに誰か。うん、誰が司会なの。うん、あ、あのデルタさんが言い始めたけど。俺はよう知らん、誰にも言ってない。うん、どうなっとるのか、情報はありません。やっぱり風強くなった。うん、ちょっと今2メーターちょっとあるかな。あったけぞ、北海道みたいにあったけぞ。あったけや、最高や。暑くもなく、そうそう、暑くもなく、冷たくもなく、ちょうどいいぬくさ。残量チェック、多分何パーセントだろうな。チェッカーどこやったっけ。チェッカーどこやったっけ。さっき測ったよ。
あった。はい、チェックお願いします。多くね、これマイナスよりな、こっち、うん、こっちよりこっち、そうそうそう、そうそうそう、4セル 4%。 嘘、もうちょっと奥までさせてみて、グッと 4% やな。うう、ギリギリだった4% か、マジか。1セル目も 4%、2セル目 3%、 3セル 3%、 4セル 4%。 均等には減っとるけど危なかったな。もう一周しちょったら途中で電池切れやな。これ川まで飛ばしてないけいいけどね。手前で墜落、そうそうそう、危なかった。掘るか飛ばせるかな、今ん電気消えちゃうな。はい、OK です。じゃあ今度は、いぶきくんのオルカ練習に入ります。一回止めます。